時はおよそ2000年前、古代中国の皇帝から贈られ、江戸時代に発見された国宝、漢の倭の名の国王の金印。この歴史的な宝物に対して、多くの人々は、その存在を疑うことなく、受け入れてきました。今回、ミステリー事件簿では、この金印の驚くべき疑惑についてご紹介したいと思っています。勘の鋭い方は、私が何を言い出すか気がついたかもしれません。最近私は、この勘の倭の名の国王の金印が贋作ではないのかと疑念を抱くようになりました。調べたところによりますと、金印が偽物ではないかと言っている方は、私以外にも結構いました。今回の動画は、疑惑の金印が本物なのか偽物なのか、ミステリー事件簿が独自に検証していこうと思います。まずはこの金印について、あまり詳しくない人のために、簡単ではありますが、説明しなければならないと思います。金印、漢の倭の名の国王。その物語の始まりは、江戸時代の中頃、福岡市の鹿の島というところで、水田を耕す農民の手によって発見されたといいます。金印の印面は、辺の長さがわずか 2.3 センチと小さなサイズながら、その重さは108グラムにも及ぶ贅沢な純金製です。特筆すべきは、蛇が巻きついたようなつまみで、その造形が印象的です。印面には、漢の倭の名の国王という5つの文字が3行にわたり彫り込まれています。福岡市博物館によれば、金印の読み方には諸説が存在しますが、漢の倭の名の国王という読み方が一般的であり、その意味は漢に朝貢する倭の中の那国の王と解釈されています。しかし、この金印に関しては、発見当初から偽物ではないのかという疑念があり、現代でも真贋の論争は決着はしていません。近年、驚くべきことに金印の真贋をめぐる大規模なシンポジウムが定期的に開催され、研究者が論争を交わしています。しかもこの集まりの主催者は、現在金印を収蔵し展示している福岡市博物館なのです。なぜ彼らがこのようなシンポジウムを開催したのか、その意図については疑問が生じます。なぜなら、彼らは未だに金印の正当性を信じており、その立場を変えていないからです。ですが、もしかしたら福岡市博物館も偽物かもと内心を持っているのかもしれませんね。謎だらけの出土状況。江戸時代、天明の年、1784年4月12日、鹿の島の地で百姓として生きるジンベイは、水田の工作中に運命の出会いを果たしました。金印は単に土の中にうずもれていたのではありませんでした。それは、三つの石が周囲に配置された箱の中に慎重に守られ、巨石の下に静かに存在していたのです。発見された金印は、軍部業を経て、福岡藩黒田家に渡されました。そして、儒学者の亀井南明は、五官の工部帝が建武中元2年、57年に、那国からの朝貢の使いへ賜った印が、この金印と同一と同定し、金印伝という鑑定書を表しました。この発見者のジンベイという男、鹿の島の当時の住民票と呼べるものの中に名前がなく、本当に実在していたのか疑問の声が出ています。また当時、発見の経緯を記した百姓ジンベイ工場書という記録が存在していましたが、現在は複製のみが残り、本物は忽然と姿を消しました。福岡市博物館によれば、その喪失の時期すら不明であるとのことです。文献によりますと、金印の出土推定地は、筑前国、那珂郡、鹿の島村の加奈の崎と伝えられています。ですが、具体的な位置は、実は、まだ見つかっていません。というか、今後も発見される可能性は、低いと言えます。なぜなら、推定出土地点には、1923年、大正12年、記念碑が建てられ、そして現在、出土地周辺は、金印公園として、きれいに整備されてしまったからです。ここまで、きれいに整地されてしまっては、金印を入れていた、石棺や、他の遺物なども、
撤去されたと考えられますよね。出土時の状態や関連する遺物の有無が不明であり、1世紀に鹿の島に持ち込まれて約2000年間地中に埋もれていたのか、もしくはもう少し後の時代に埋められたのか、地質調査など検証することは不可能な状態です。考古学的に言えば、出土がこれほどまでに不明確なものは、本来ならば考古学的資料として扱うのは困難であると言います。それが資料として扱われてきたのは、ひとえに五感書の陰樹がこれであるという認識のみからに他ならないのではないでしょうか。皇武帝から下賜された陰樹とは、そもそもどのようなものだったのでしょうか。陰樹とは、中国において進化に対して印象を授けることによって感触の証とする制度を指します。ここでの陰とは印象を、そして樹とは印象を下げるための紐を指し、この組み合わせによって人々は一目でその人の地位や役職を把握することができました。陰樹制度は、目に見える形で権限や地位を表すため、古代中国において重要な役割を果たしていました。漢書などによれば、漢の陰樹制度では印の材質は上から順に玉、金、銀、銅となっており、樹の色は多色でした。工程は6色。具体的には、萌木色、紫色、青色、黒色、黄色が使用されました。また、陰のつまみ部分には、様々な動物の形状が施されていました。例えば、魚、蛇、竜、虎、亀、羊、馬、ラクダなどがあり、また花や瓦、橋の形状などもありました。これらの造形は多様で、個々の陰に独自の特徴を与えていました。以上が私が調べた陰樹の大まかな説明です。それにしても、なぜ鹿の島にわざわざ埋めたのでしょうか。しかも、金印1個だけしか発見されていないのも謎です。なぜ金印だけ埋められていたのでしょうか。確かに金印は権力の象徴というイメージはあります。とても大事なものだったのでしょう。しかし、皇武帝からは他に鏡等も下賜されています。それらも当時の日本では国宝級のお宝だったはずですよね。ですが、鹿の島にはそれらの遺物が一緒に埋められてはいません。わざわざこんな人目のつかないところに埋めたのは、戦火や略奪から逃れるためだったのでしょうか。確かに、倭は倭国大乱と呼ばれる戦国時代に突入してた時期がありました。戦火や略奪から逃れるため埋めたのなら、倭の名の国はすでに滅んだ国なのかもしれませんよね。一般的には倭の名の国は福岡の名国または糸国だったと考えられています。ですが、この2カ国は金印を下賜された時代から約200年後の史書魏志倭人伝にも載っていて、倭国大乱を生き残っています。ということは、別に国が滅んで隠したわけではなさそうです。この金印発見の最大の疑問点は、大切な金印を埋めてそのまま忘れ去られてしまったということなのではないでしょうか。いくら古代の人とはいえ、そんな愚行を本当に犯すのでしょうか。どうでしょうか。皆さんも違和感を感じてきましたか。さらにもう一つの疑問が、倭の名の国の推定地である名国または糸国は、なぜ金印を掘り返しに行かなかったのでしょうか。これもまた違和感を感じます。そろそろ本題に入りたいと思います。私は陰樹が日本から出てくるわけがないと思っています。こういうことを言うと皆さんは驚かれるかもしれません。ではなぜ出てこないのかと言いますと、実は陰樹は任官奉爵を受ける際に皇帝から与えられ、退任する際には返還していたからなのです。わかりやすく言いますと、名国王が皇帝から授けられた金印と官位は、名国王が死去すると一旦返却し、次の王が改めて朝貢し申請しなければならなかったのです。これが古代中国の一般的な陰樹の決まり事だったのです。ですので、金印を返却していないこと自体が、倭の名の国は交流がなくなった国ということの証明になってしまうのです。
金印発見イコール交流がない国とも言えます。これには致命的な矛盾が生まれてしまいます。何が問題なのかと言いますと、金印時代から約200年後の石和神殿には和の名の国の否定地とされている那国や伊都国とは交流が続いていると書かれています。ですのでこの2つの国は和の名の国ではないというパラドックスに陥ってしまうのです。江戸時代に鹿の島で金印が発見されたことが北部九州に和の名の国があったという証明になっています。そしてその前提を踏まえて那国や伊都国が北部九州にあったと当たり前のように我々は考えています。もし金印が本物ならイコール那国は福岡や佐賀ではないということになってしまい、もし金印が偽物ならイコール那国が福岡にあったという根拠を失ってしまいます。本来は日本にあってはならない金印、しかも鹿の島に埋められそのまま忘れ去られていたという事実、これは不自然というほかないのではないでしょうか。あなたはどう思いましたか。今回の動画、私のボキャブラリーのなさを改めて自覚しました。皆さんに私の言いたかったことがちゃんと伝わっているのでしょうか。それはさておき、次回はこの金印自体にスポットライトを当てていこうと思います。具体的には印象やつまみについてミステリージ剣舞独自の検証を行っていこうと思います。検証結果も世間で発表されている内容と随分違う結果になっています。そしてこのシリーズの最後には金印は絶対に九州からは出ないという決定的な証拠を皆さんにお伝えしようと思っています。ぜひお楽しみに。